こんにちは、カバだよ。今回はウィッグの髪を下ろしてみたよ。あと、5本指ストッキングが捨て線しちゃったから。残念だけど今回はそのまま撮影してるよ。新しいのを注文したから次回からは元通りだよ。高いからショックだよ。今回はこのままストッキングが履けるから、レオタードにシャツを羽織った服装だよ。この上にストッキングと靴下を履いていくよ。今回のテーマだけど、新しく靴下を買ったからその紹介でもしようかな。普段用の靴下だけどコスプレにも使えるかも。それぞれの靴下を一通り履いてみるよ。せっかくだからコーデも含めて見ていってね。じゃあ早速行ってみるよ。まずはストッキング履いてくよ。いろいろ悩んだけど靴下がメインだから。普通のベージュストッキングを履くよ。いつも通りノーカットでお楽しみください。履けたよ。まあ、乾燥はなしでいいよね。肌タイツだけだとブカブカだから、ストッキング履いてる方が美足だよね。ちゃんとストッキング履いてるよ。ベージュストッキングは履いてるのがわからないから、先に履いてるアピールしておくね。ちなみに靴下重ね履きの時つま先は見えないから、つま先を補強してあるストッキングがいいよ。これで準備できたので靴下履いていきます。2種類の靴下を履くよ。どんな感じになるかな？まず1つ目は、ネイビーのクルーソックスを買ったよ。黒はあるけど紺が欲しかったんだよね。じゃあ早速履いちゃうね。履けたよ。短いから履くのも簡単だね。やっぱ靴下履くとストッキング履いてる感じがしないね。この格好はロングスカートとか似合いそうだよね。私服にも女子高生のコスプレにも使えるね。このままだとダメだから、スカート履いちゃうね。私服のスカートにしようか迷ったけど、
女子高生のプリーツスカート履いてくよ。結構手間取ってるから早送りするね。スカート履けたよ。ファスナーが見つからなくて大変だった。お見苦しくてごめんなさい。やっぱこのスカートかわいい。スカート履くだけでも女子高生っぽいよね。女子高生の制服感はスカートにありそうだね。カバコの女子高生だよ。これからの時期増えてくるね。足も綺麗に見えるし防寒にもなるから。女子高生もみんなカバコにすればいいのに。って撮影しながら思ってたよ。カバは女子高生のカバコを応援してるよ。一つ目はこんな靴下だったよ。じゃあ次行ってみるよ。二つ目は、グレーのフリフリソックスを買ったよ。後ろにリボンもついてるよ。メイドさんが履くようなすごいフリフリじゃなくて、程よく可愛い感じのフリフリ靴下だよ。じゃあ早速履いちゃうね。履けたよ。短い靴下はストッキングも見せられるからいいね。靴下はとっても可愛いよ。この靴下は私服用だけど、メイドさん用にもいいかも。この靴下はフリフリだからフリフリのスカートかな。でも私服でそのスカートはハードル高いな。いろいろ迷ったけど、ショートパンツを履いてみるよ。このショートパンツを履くよ。履いていくね。履けたよ。スカートよりパンツの方が動きやすくていいね。でも似合ってるかというと微妙。スポーティーな格好だから靴下も合わせないと。やっぱりこの靴下はスカートの方が似合いそう。少しコーデを選びそうな靴下だね。二つ目はこんな靴下だったよ。今回のこのコーデ、組み合わせはともかく履いてて気持ちいいよ。動きやすいし、あったかいから。ずっとこのままでも大丈夫。着ぐるみだからあったかいだけなんだけどね。今回紹介した2つの靴下は、今後の撮影でも使っていくよ。次回だけど、カバコゲーム実況動画を作成しようか考えてるよ。でも着ぐるみ動画も変わらず続けていくから、今後もよろしくね。次は冬っぽく黒タイツで何かしてみようかな。それとも白タイツにしようかな？迷い中。今回の動画はここまで。バイバイ。